ティーチャーヤマトの日音エクストーク。今日はね、エクストークはですね、先週から引き続きですけれども、九十九里の某旅館からお届けしているんですけれども、特別会ということでね、私がティーチャーヤマトことヤマトエクスターでございます。そしてアシスタントのカピーです。そしてほうちゃんです。ほうちゃんでございますよ。おかぴーは今日はアシスタントなのか。いや、これはアシスタントはほうちゃんです。ほうちゃんで、おかぴーは付き添い、付き添い、お豆ですね。あ、お豆、ね、お豆。うん、確かにだるま小僧みたいな顔してるからね。だるまの子供みたいな。おかぴーが子供ってな、なんやねんそれって思ったけども、鏡見たらなるほどなって思った。やっぱりな。そうそうなんですよ。まあこれ聞いてる人にね、よくわからないんで言いますと、ちょっとだけ焼けたんですよね、あとちょっとだけ柚子酒を飲んだんですよね。薄い柚子酒ですぐ真っ赤になりよって、頭がもうなんか、頭ちゃんは顔や。頭がどっちの、頭が真っ赤になったけど、もうやばいやんっていう話だけど、茹で上げた顔がね、もう真っ赤になってしまって、という可愛いところはあるのに、 LINE では可愛いところゼロっていうやつなんですけど、これ詳しくはピルテナイス、ピルテナイスじゃないね。まあこれね、オカピーはほんまにすぐ切れるタイプなんで注意してください皆さん。オカピーヤマト戦争ってこれも暴露してしまいますと、オカピーの部屋で収録しようっていう話をしてたんですよ。そしたらオカピーはまず、僕冷蔵庫つけてないんですけどいいですかって始まるんですよ。ちっちゃい人で見ていただいたら分かるんですけど、ドリンクとかをいっぱい買ってきてね、スリッパで僕出ないですって言った後、無理やり出さして行ったコンビニで買ったやつを冷やそうと思って冷蔵庫と。でオカピーの部屋って言ったら、いや僕冷蔵庫つけてないですけどいいんですかとか言うから、そんな言い方してない、したいや残ってるからあれ、そう途中からいやしてんねん、そういいですけど、いやいいですね、してないからな、してるからな。あ、出た、これからオカピーヤマティバトルですよ。それでいや冷蔵庫つけといてよって言ったら、クーラーエアコンつけてないんですけどいいんですかとか言うんですよ。言ったよね、誰来ましたっけ、言ってるやん、ずるいな。これもじゃあ後でほんまにこれ見せるけども、とにかくね、冷蔵庫がついてないけどいいんですか、エアコンもつけないんですけどいいんですかって言うから、あ、これはオカピーの部屋で撮ってほしくないんやと、こう俺らはね、結局入っていくの嫌やと思うやんか、だからほうちゃんの部屋に決まりましたって俺連絡したの LINE で。そしたら、冷蔵庫はつけなくていいんですねって返ってきたんですよ。書いてない、書いてるよ、これこそ残ってるから、だから残ってるから、出すから後で分かるよどっちが正しいか。ほんで、冷蔵庫つけていなきゃいけないんですかって来たのよね、でこれ書いてないって言うんだよな。あ、それは書きました。どっちやねん、だったら言えよ。今頃になって急に言うから、いやだからさっきの文章が違うじゃないですか。だからどう違った、何がどう違った、さっき何て言ったか覚えてない。じゃあ自分では何て返したと思ってんの。なんて返したか、うん、いや、よく覚えてないですけど、覚えてないやろ、一口飲んでもう柚子酒でやられてしまってる、あんな薄い柚子酒でやられてるからあれやねんけど、とにかく冷蔵庫はつけなくていいんですかねと言うからね、いいけどなんでつけたくないのって俺聞いたんですよ。そしたら、つける必要がないからですって来るんですよ。分かるよ、使う必要がないからですやけども、つけたくないか俺聞いてんの、なんでそんなに冷蔵庫をつけたくないのと。旅館に行ってやで、旅館に行って冷蔵庫の電源オンにする、これ普通の話やんか、それをつけたくない理由はって聞いたら、使う必要がないからですって言うのよ、で使う必要がないのはつけない理由やけど、つけたくないその意思がなんでそんな強いのって俺聞いてるから細かいけど、そしたら地球のためって俺送ったんですよ。地球のためって送ったんですよ。規模が、はい、いや でも地球環境のためっていうのは分かるから、そうやと思ったら、地球というよりその使う必要がないからで作るわけさ。頑固、頑固。ほんでそしたら俺も、いやだからそれは分かったけども、地球のためでしょ要はって、つけたくないっていうそのたくないところに関して聞いてるからって言ったら、じゃあ地球のためですかねみたいなのが来るんですよ。ほんで
まあ結構なんか切れてる感がすごいからね。あとはもうあの LINE で見る通りですけど、まあこれじゃあ出しますけど、見る通りです、この辺でね、見る通りですけど、とにかくだからそのやり取りがあって、なんでそんな切れてんのって怒ったら、キュートなんすよキュートなんすよめっちゃ前送ってくるんですよ。まあ切れてないからな、キュートキュートなんすよやってくるんですよで、まああの表情はないけどね、 LINE やからね、あ、言葉だけやから切れてないですよ全然と言うねんけども、もう切れ切れなんですよ、なんか知らんけど。ほんで、まあ、結局もうなお、そんなややこしいやつの部屋でやんのもって言って、こうちゃんの部屋でやっているという。それであの LINE が来たんですね今日この頃でございますから、ありがとうございます、うん、それについてじゃあ否定とか反論とかを、じゃあオカピよろしく。いやー、とりあえずあの、うん、なんか全部出してくれるらしいので、あのその通りです、うん、でそこでなんか自分がなんで否定すんの、事実と違うことを言ってないのに、なんか違う気がしたから。あ、それはでも自分の LINE 見ろよ、そこにあんねんから。見ます、うん、それで見た方がいいよ。はい、はい、見させていただきます。はい、僕がほうちゃんの部屋にまあ集合とかですかって送ったら、うん、オカピーがかしこまりました、うん、で僕がいや、オカピーが嫌がるし、ほうちゃんの部屋にドリンクあるしって送ったの。そしたらいや、まあ嫌がるというか、なんというか、まあ何でもいいですけど了解です。冷蔵庫はつけておかないとダメですか？って送った来たんですよ、これ。冷蔵庫はつけておかないとダメですかですよ。つけておかないとダメですかって、そんな義務感をなんでしないあかんのって言ってきてるわけ、まず。だから俺はなんでつけたくないのって送ったのよ。そしたら使わないので。って送るから返されたんですよ。だから使わないのでつけないのはわかるけど、なんでつけたくないのっていう。だからなんで地球のためって送ったんです。そしたら電気を使う必要がないなら使わないに越したことがないと思うからです。この言い方もムカつかねえよこいつ何なんこいつっていう話、こんなやつ俺もう友達になりたくないもん。なんかオタクっぽいやんか電気を使う必要がないなら使わないに越したことはないと思う越したこととか言うなよこいつっていう話になるやん。ほんでだから地球のためでしょって、だから何のために つけたくないかっていう、そのしたくない理由を聞いてるから、だから地球のためでしょって。だって使わないに、電気を使わないに越したことがないから、電気って言葉は今まで一回も言ってないのに電気を言ってきたからねということは、あ、電気のためなんだってことは、電気代地球のためでしょ、だから地球のためでしょって俺送ったのよ。そしたらじゃあ地球です、じゃあ地球ですって返すわけですよ嫌がらせに近くない？じゃあ地球です、もうこれ切れてるやん、怒ってますね絶対な、 100% これ誰でもそう思うやん。じゃあだからそう、あ、じゃあ地球です、もううるせえよ地球、地球うるせえよ、じゃあ地球ですってことやんか。だからなんで切れてんのって俺送る、これ普通じゃない？そうですね、せやろ、この流れ普通やん、怒ってるかな、そしたら、うん、切れてないです。モノマネでやるよそこは。え？だって切れてないです。だって切れてないですって普通に送っただけなの。まあいいや。その次や、はい。はい。なんでつけさせたいんですか？こういうのよ。切れてないです。うん、なんでつけさせたいんですか？こんな言い方するやつおる普通。切れてるやつしかおらんやん。そうですね。絶対そうやろこれは。なんでつけさせたいんですか、もう俺車に構えてるしょぼいヤンキーにしか見えへんもん、なんでやらしたいのみたいな、なんでつけさせたいんですかって来るわけ。ほんで誰も言ってないよそんなことって俺送ったのよ。そしたらまあもうそっちやけど、オカピやけど、えって送ってきたの、またバカにしてさ、え言ったでしょみたいな感じやん、誰も言ってないよその前、うん、冷蔵庫つけといてっていうのはこのくだりでは一切言ってないわけやんか。であなたの部屋に集合ならつけとくべきだというだけですって言ったら、わ、うん、かりましたって来るんですよ、うん、ほんでこの話をね、なんていうの、忘れたなもうええやどうでもいう話になってきたけど、
かくれば胸が騒ぎ出す壊れかけのステレオ愛車転がして橋渡れば懐かしカフェテリア女泣かせ風任せのやさぐれた男だけど海に出ればまた少しだけ泣いたくびれた腰を震わせ絡み合うバラ色のステージで気がつけたそがれに染まる部屋で薄くまるやすげいおでん屋が悲しい音で誘いながら近づけば誰もいないバスが二人を乗せた焼けた砂と星空に抱かれアダムとイブになった季節は戻らない Last Memories 無性に乾いた体に重ないで花火の中で疑惑の波音に汗だく蝉しぐれ燃えて急いだのは傷つけるためでも表情のためでもなく心からお前愛するためだった Truly。 夏の終わり。これだって気づいてないでしょ、この自分が送ったの切れてると思われるっていうの。まあ、キレてる人はキレてないという、じゃあキレてるっていうの分かってきたよね。そういうことやな。すいませんでした。すいません。確かにな、キレてる人の言葉やんな。使わないので使わないのでの言い方もさ、地球でしょ、じゃあ地球です、このじゃあがあかんな。じゃあがそうですね。ほんであとなんでつけさせたいんですか、なんでをなんで言い返してくるやろ、張り合うやろ、もうこんなんもうほんまに切れてんねんなと思って、もうどうしよっかなと思って。ほんでこれちなみにこれを俺がオカピーを切れてるとかつって責めた時にもう嫌やな帰ろっかなって言ったんですよ。これもう完全に残ってるからめっちゃ切れてるやん。切れてないって。もう勝てるんかな、もう勝てるんかな。ほらもう切れてる、ほら切れてる。もう嫌やな帰ろっかなまで言うんですよ、はい、だから自分が切れてるのに気づかないやつに俺が切れてるやろって言ったら、切れてへんのに切れてるって言われてもう気分悪い、帰ろっかなって言うんですよ。これがオカピーの、うん、本性です、うん、帰ろうかな。信じるか信じないかはあなた次第です。ということでね、まして、うん、一言言うならば、一言言うならば言わせていただきましょう。すいませんでした。いやそっちか。そっちか。今はもうあの帰ろうかなや思ってたんけど、帰ろうかな、帰ろうかなにしよう、うん、そっちや、いや帰る、今はそっちや。あかんなやっぱり。じゃあ来月からほーちゃん、まあまあそれはいいんですけど、おかぴー、はい、おかぴーよろしくね。えっていう、はい、告知をよろしくお願いします。はい、ツイッター、インスタ、ジメール、すべてアルファベットで YAMATOXTALK ヤマト X トークの11文字でございますと。やっぱりすごいですね、本当に急に振ってもできるっていうのはやっぱ大学で、ここはね、まあものすごい遅れましたけれども、はい、いきます。わー、乾杯。はい、乾杯。半分ね。